カルガリーはそんな長くいなかったんでしたっけ。いや、カルガリーは1年半から2年近くいた。あ、そんなにいるんですか。うん、え、キャプテン。メキシコはどれぐらいなんですか。メキシコ2年。え、メキシコ2年、カルガリー2年。え、そう。じゃあ海外の方が長いですね。で、それからドイツ行って。はい、あ。あ、ヒロさん何年行ってるんですか。15年ぐらい行ってました。そんなには行ってない。長いですね。うん、5年近く行ってるんですか。その時はみんな、長かった。だって前田さんなんかもう1年ぐらいで呼び返されちゃったって言ってましたよね、途中で。あれ、俺の場合は3年半ぐらいかな。あ、そうなんすか、長いんすね。あ、じゃあ、ほながさんとかも長いんすか。そうなんですよ、長い。あれ、でも会社がひどいですよね、やっぱりの。このエース候補とかの待遇と、それ以下の人たちの待遇の違いはひどいですよね。それは、はっきり言えないけど、ちょっとあまり良くない。ひどいですよね。俺もどっちかってこっちの待遇だったんで、話が。ちょっといい方でしょ？いや、だから俺と武藤さん全然違いますよ。武藤さんはちゃんと近くに、ヒロ松田さんとか、から付き人で一緒に誰か、アメリカのレスラーがいたりとか。で、多分金も出てるんですよね。あ、そうなの？金出てないですよね。出てない。そうですよ。だから俺もだから金出てないから。だからもう待遇は全然違うんですよ、多分。だから、俺が海外行った時は片道切符だったんで。じゃあ俺も片道切符で俺、飛行機の中で、最初、なんかファンの人からもらった、テープを聞いて、TM ネットワークかなんか初めて聞いて、いい曲だなと思いながら、こうやって、なんか、もう、海外行って、もう泣いてたんですよ。飛行機の中で一人でなんかビジネスシートとか乗せてもらってたから。ビジネスシートの人も、あ、違うんですか。そんな乗らせてもらった時はありませんか。あ、フィリピンでこういう格好よ。あ、メキシコでも二十何時間よ。で、あ、何ですか。あ、で、まあ、全然タイプが違うじゃない。そこは、いや、そこまでは良かったんですね。で、よくバッて見て、チケット確かにことあって、次の乗り継ぎのこと、これヘルシンキから、ビアナ、ビアナから、グラーツっていう、なんか、こんなのできるかなとか思いながらって、で、帰りのチケットこうやって見てたら、ないんですよね。ええー、と思ったら、あれと思って。片道ですよね。でも一応俺の場合は、こう、帰りもあったんだけど、メキシコに行ったら、取り上げる。会社の人が来て、はい、出しなさいって言われて、持って帰られちゃった。あ、本当ですか。いや、俺なかったですね。でも、エコノミーだから、エコノミーじゃなくて、ファーストクラスでしょ？いや、ファーストじゃないですね。ビジネス。あ、ビジネスだでしょ？多分ビジネスだと思いますよ、あれ。俺、エコノミーだもん。二十何時間も。で、カナダ行ったのもエコノミーで。どこ行くにもエコノミー。ですよね。体ちっちゃかったんだよね。まあ、それで、過去の、思い出はあまり良くないです。だってタイガーマスクの前ってことでしょ、ヒロさんが海外行ってるのは。81年って今調べました、ヒロさん。海外遠征。メキシコ遠征って書いてます。島流し当然でメキシコ遠征って書いてます。島流し。島流しですか。やっぱそうだった。でもヒロさんたち日本人が溜まってくるんですよ。俺行くとこ誰もいないんですよ。ブッチャーとかも、要はカルガリ行ってるから、結局足立さんのところで、日本人がいるじゃないですか。で、なんか娘のとかおばさんのパンツ見て喜んでたりとかして。そんなことなかったよ、うん。俺誰もいないですよ、日本人。俺。でも待遇良かったでしょ、でも。悪い、行けば悪いって言っても。いや、でもそんなに。俺たち、まあ、ヒロさんたちより良かったかもしれないです。本当に。